ご視聴ありがとうございます。ここは JR 長崎駅の隣にある出島メッセ長崎にて応援隊の演舞を見ることができました。中央一部となる洋蘭高校を捧げる我が炎寺が掲げ今夜明けの時有限のプラスアレ長崎駅へ新幹線かもめで移動しているときに、二つ星4047を目撃していました。このあと、長崎駅へ入線してくるので、新幹線ホームにて待ちます。二つ星4047が長崎駅へ入線してきました。こちらも運行開始1周年として出発式が催されるようです。
二つ星4047が武雄温泉駅を目指して出発していきました。こちらも新幹線に乗って武雄温泉駅へ先回りします。二つ星4047が武雄温泉駅へ到着しました。本日の営業は終了となり、この後は車庫へ返却回送となります。これにて、9月23日の西九州新幹線開業1周年記念イベント、GO!WESTは終了です。